ワンピースじゃないです。トップスです。結婚しません。お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。あ、そうですね。あって言ったら吠えるんでした。ごめんなさい。ごめんねー。ごめん。ごめん。何にもない。何にもないよー。あーあーあー。何言ってたか分かんなくなっちゃった。そう、みんな実家割と帰ってる。もうね、ココハちゃんと、もうなんかココハちゃんと常に今何なうみたいな今どこどこなうみたいな報告をしてます。に引います。はじめまして。あって言ったらね、もうねダメなんですよ。そうそうそう、みんな実家帰ってるね今。私がこの波をこの波を作り上げたんですよ。みんな実家に帰ろうの波を作り始めたの私です私が帰るってみんなに帰りなって言ったらみんな帰ってる。そうなんです。波を作り上げました。今頃みんな幸せなんじゃないかと思います、はい、ハッピーバースデーとえ、こわこわ、イエーイ、おめでとう。怖い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 。おめでとう、おめでとう。おめでとうです。イエーイ。ふう。おめでとう。おめでとうのケーキが届きました。しっかり赤色ということで、K2色です。赤色です。おめでとう。今日は昇格おめでとうの日昇格おめでとうのアミラボールありがとうのケーキ、ちょっと時差ありかっこって感じです。誕生日ではありません。美味しそうなケーキです。ハートになってます。でしっかりK2 の赤に2の2本に赤とピンクだから赤っぽいろうそく、はい、なんか言ってるなんか言ってます。ミラボールありがとう。ということで夢のですね、夢のワンホール、まあ全部は食べないんですけど、まあ一口だけ食べるんですけど、ちょっと
めでとう。ママママこれ外していいの？あ、ここからすくえばいいの？すくいます。難しい難しい。おいしそう。いただきます。うんうん、おいしい。取りまーす。おいしい。いちごいちごいちごケーキです。まあ、ちゃんと夜ご飯を食べてからいただきたいと思います。おめでとう、おめでとう、ありがとうということでありがとうございました。ママあ、犬もですね、今ちょうどお菓子食べてますね。めっちゃ美味しい。やっぱいいね、甘いもの。私のプロフィールの好きな食べ物は甘いものとお肉と魚介類です。確か今日はお昼からお寿司食べました。見て帰ってきましたね。お寿司食べました。はい、南極です。ただの好きなものは移り変わりすぎ問題。いやでも基本的にはこの三柱です。シース行ったら絶対食べるもの、ハマチ、ハマチ、甘エビ、ハマチ甘エビ、町山エビ、あと貝、貝系食べます。こんばんは、こんばんは。ハマチ、マグロは最近、なんか前までなんかそんなマグロめっちゃ好きとかそういうのなかったんですけど、お寿司屋さんでもあんま食べなかったんだけど、今日は珍しく食べたい気分だった。サーモンもあんま食べないかも。あんま食べないかもしれない。でも嫌いなわけじゃないですね。サーモンも食べるときある。食べたら美味しい。あ、そうなんだ。ハマチって縁起いいんですね。いいんですね。こんばんは。もう最近めっちゃついてて、本当に運がいいんですよ。日常生活の中で運がいい。だからハマチのおかげかもね。え、卵食べたいんですけど、卵食べたいんですけど、最近卵お寿司なくないですか？ASMR です。ASMR、 こんばんは。なんかさ、なんていうの、だし巻き卵、ご飯ついてないだし巻き卵がいいのに。めっちゃ喉かわいいです。
そうかも、めっちゃ喉乾いてた。多分お水を飲んできました。こんばんは。大根おろしあった方がいいよね。でもお寿司もガリとわさびないとダメダメなんですよ。もうガリないとちょっと食べれない。一番最初に一回、違う、二貫ぐらい食べたらもうガリ挟む。どうもありがとう、こんばんは。え、ガリ有料になってるの？やばー、それやばいね。ガリ有料やばいね。じゃあもうさ、ハムスターみたいなさ、ここら辺にさガリ食べてさ行くしかないね。こんばんは。え、そう、もうイータン弱いのでガリがないとちょっと食べれないです。食べれないです。こんばんは。でガリ有料はちょっと意地悪だね。ピカピカありがとう。どのくらいお寿司食べるの？10個ぐらい。1,2,3,4,5 10貫くらい。こんばんは。こんばんは。え、でもあれですよ、ちゃんとあのお腹6分目ぐらいでやめるんですよ。あと、ありがとう。ビックラポンはあのスパイファミリー行った時もこの間も一発で出ました。もう一発で出る、一発で出るですよビックラポンって。私の場合一発で出ちゃうんですよ。すいませんね。ハドありがとう。くら寿司行くと絶対ビックラポン一発で当たる。最近変わったのかな。だからあのダミアンが出た時にもう一発だった。すごいでしょ。課金するの？課金しないで一発なんだよ。すごくない？こんばんは。ハマチ食べてビックラフォンしたら無限じゃん。縁起がいいからってことか。確かにハマチ食べてビックラポンしたらそうだね。そうだ、確かに。ありがとうございます。8時50分ぐらいになったら終わりにします。言ってください。トレード課金してるのやったね。トレードに課金あるんですか？私ゲームも全然課金したことない。課金あんましないんですよ。です、ありがとう。さらちゃん昇格おめでとうございます。配信評価されたんですか？昇格にショールーム関係してたのかな。ありがとう。まさかの配信もね、加味されての昇格だったのかな。嬉しいです。
そうなの？そうなんだ、トレードにもあるんだ。こんばんは。あ、そうですね、今日ですよね、高瀬先生とレナとサラの対談の新聞、今日ですね。そうなんです、楽しかったです。こういうやつでしたよね、こんなポーズしてましたっけ。ぜひ見てみてください。こんばんは。ちょっと私ちょうどね、あの南極に帰ってきてるので買うことできないんですけど、あ、どうもありがとう。こんばんは。ぜひ皆さんゲットしてください。さっき買って読みました、どうでしたか。こんばんは。高瀬先生はどうだった。え、すごいね、優しいし褒めてくださりますね。やっぱ基本はさ、もうレナのこと好きじゃないですかやっぱり高瀬先生レナのこと好きだからさ、もうね、あの嬉しそうで、こちらも嬉しかったですこんばんは。こんばんは。すごい褒めてくださいました。なんかアンダーデビューのこととかもね、多分新聞読んだらあると思うんですけど、ぜひ読んでください。こんばんは。こんばんは。こんばんは。えらい、ありがとう。こんばんは。ピカピカ、ありがとう。どのユニットにハマるのか。ね、でも私時間がない公演好きすぎて、見るのが好きなんですけど私踊るのも好きなんですけど、あの時間がない公演を見るのが好きで、特にユニットめっちゃ好きなんですよ。ユニットめっちゃ好きで、だから正直もう本当にどのユニットでも嬉しいしね、何になるかなって楽しみですね。バラ、ありがとう。ね、衣装もねあるしね。そうなんですよ。こんばんは。え、本当？楽しみだね。まだわかんないか。サタのための新しいポジション客席私見るの好きなんですよ。見るの好きだから、アンダーデビュー前の見学めちゃくちゃ楽しかったです。前髪切ってないですね、初ユニット楽しみ。なんだろうな、なんだろうな、なんか他のさ同期の子もさ、ユニット楽しみ、ユニット何やるのか楽しみとかさ言ってくれるのめっちゃ嬉しいです。サラちゃん見るの好きで、ありがとう見るせん、サラちゃん見るせん。こんばんは。いやー本当にね、いいですよね。服は南極に残したと、いや持ってきました、割と持ってきた。そんな興味あるこっちにそこ興味ある人初めてだわ。こんばんは。でも見てる分に楽しい、楽しい、見てて楽しいって思うのはアップルかな。楽しいだったらね、楽しい分類だったら。でもその自分がやるってなると全くわからない、わからないです。
部屋なくなった一応ありましたねそう、めっちゃ楽しみです。アップルのあのなんていうんですか、始まりのなんかドンキーコングみたいな音がめっちゃ好きで、ドンキーコングの始まりもあんな感じの音するんですけど、誰かわかりますか？ドンキーコングのあのね、面に入った時にあんな感じの音するんですけど、本当にそういう感じじゃん。本当に好きなんですよ。サタンゲームなんか最初のなんかカメラワークも好きだし、なんかシュイーンみたいな、ライトがさシュイーンみたいになってるとこ撮るじゃないですか、カメラ DMM。 そうそうそう、最初のドンキーコングやってたよ。ドンキーコング好きだったけど、あの得意ではなかった。やっぱ難しいよねドンキーコング、難しかった。誰か50分になったら言ってくださいね。時計がない。こんばんは。こんばんは。でも本当にね、アップルで大きな口を開けられるの。あ、私顎関節症だからちょっと心配なんですけど、頑張ります。もしやるってなったら。このぐらいがギリ。顎関節症すぎて、あの口開けるとバキって言うんですよね。こんばんは。ドンキーコングめっちゃ難しいよね。わかります、難しい。顎関節症の人いますか？辛いですよね。でも本当に楽しみです。こんばんは。何になるかなって。こんばんは。え、そう、マリより全然難しいよね。やばい、めっちゃ話分かってくれる人多くて嬉しいです。嬉しいです。こんばんは。ピカ、ありがとう。え、そう、ドンキーコングめっちゃ難しいの。めっちゃ難しいんですよ。カセット抜いたらお兄ちゃんブチギレない。え、まあなんかなんでよみたいな、何なんでよみたいな感じだったけど、そんなめっちゃ怒られた記憶はないですね。こんばんは。転生かわいい、本当にかわいい、かわいいです。なんか一発目で転生でめっちゃ可愛くないですか？なんかあのなんて言うんですか、急にね3人のね天使が舞い降りてきたみたいな。こんばんは。あ、どうもありがとう。こちらこそありがとうございます。え、そう、スーファミはなんかちょっとずらしただけでね、なんかね切れるんだよねめっちゃわかる。なんかさ、こうさ、机にさ、こうテレビとさスーファミがあってさ、こうつながってて、ちょっとでもなんかコンみたいな、あのずれるとなんかさ、本当にさなんか全部消えたりするよね。こんばんは。ありがとう。え、そう、え、めっちゃ懐かしい。やばいですね。やばいです。まあまだいる、スーファミ誰のか聞いて。え、ママは声出演なしということで多分なし、多分なしだから、いるけどなし多分。こんばんは。サータンって昭和生まれなの？平安生まれです。
でもなんか本当にゲームしたい、ゲームしたいですね。こんばんは。ゲームがしたい。こんばんは。マリオカートめっちゃ好きなんですよ。でも私のこうスーファミのマリオカートのあるあるは、ちっちゃい時なんかね、 Wii でもマリオカート確かやってたんだけど、 Wii だとなんかハンドルがあったの。普通に Wii ってさ、こういうさ、こういうこうやってやるんだけど、なんかそれをハンドルの裏面からカチッってはめてハンドルにできたのね、 Wii で。それとかでさ、あったでしょそう、 Wii でさ、ハンドルでさ、こうやってやればいいのに、ちっちゃい頃の私はもうこう体ごとさ動いちゃうわけだから、めっちゃバカにされてた思い出があります。そう、横向きにそう裏からカチャってはめるんですよ。もうすでにこうやって、しかもさ、スーファミはさ、なんかレインボーロードとかでさ、なんか今は割とレインボーロードって落ちないじゃん。なんか携帯も確か、携帯のマリカーもレインボーロード落ちないんですよ。なんか下にこうさ、コースがあってさ、下なんていうの、こうコースから出そうになっても出ないの、落ちないの。でもスーファミの時はなんかもう落ちるわけ、コースから外れたら落ちるわけよ、レインボーロード。だからめっちゃ苦手で、レインボーロードさめちゃくちゃ苦手だった。もうずっとさ、そうだよね、そうなの、釣り上げられるやつで、あと砂場のさ、砂場のやつあるじゃん、コースの周りが砂場みたいになってさ、なんだっけ名前、砂場になってて、砂場の方ちょっと行くと、シュイーンって行けるとこあるやつ、あそこのコースはもう苦手だった。なんか普通になんかノーマルみたいなさ、あ、砂漠も苦手だった、ちっちゃい頃で。もう無理だってなって逆走して、もうなんかね、開き直るみたいな、悟り開いて逆走して、もうなんか全て終わりにするみたいなね。こんばんは。なんかさ、逆走するとさ出てくるじゃん、なんか信号みたいな、なんかブザーみたいになってさ、なんかヒュワーヒュワーみたいになってさ、なんかめちゃくちゃ言ってくるじゃん。わあ、それで私はもうなんか常に1位にいるのやめた。あの青い甲羅が来るじゃん、1位だと絶対。だから常に2位3位ぐらいをもうキープして、最後の最後で抜かすみたいな。一番最下位にいても割と1位になれるよね。こんばんは。今何分ですか。どうもありがとう。あ、じゃあ壇上読みます。待って、壇上が読めない。あ、待ってください、壇上がなんか誰もいない、バグで誰もいない。想像で、名前だけ見て想像で言いますね。13位サータン、12位サータン、11位サータン、10位男の子かな、9位サータン、8位ピンクのクマさん、7位サータンかな、6位ボブさん、
ボブクッキー。5位、わかんない、サータンかな。4位、サータン。3位、サータン。2位、サータン。1位、サータン。ありがとうございます、ありがとうございました。なんかね、アバターがいないんですよ、ここに誰も。こんばんは、こんばんは、ありがとうございました。バイバーイ。